チェルノブイリの事故から空気中のガンマ線をカウントする測定器、ちっちゃな測定器が家にあるんですね。でその地震が起きた後にずっとスイッチを入れて測定してたんですが、15日の午後にアラームが鳴り続けて、その測定の数字がどん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 上がっていったんです。大変な恐怖でした。今までね、原発に反対する気持ちがありながら、私は運動を十分やってこなかったなっていう気持ちがあるんですね。それで今回こんなひどい事故が起きてしまって、もう今やらなかったらいつやるんだというか、私たちがやらなかったら誰がやるんだって思っているから、毎日毎日やっぱり考えるのはどうやって運動していったらいいのかなっていうことなので、どんなちっちゃなことでもとにかくやっていこうと、できることは全てやっていこうってもう決めたので僕が仕事を始めるってことで戻らなきゃいけないって時に、本当にこの状況で戻っていいのかっていう疑問がすごくあって、まずそこから今この状態で戻るべきなのかどうなんだっていうのをツイートするのと同時に、今の飯舘村の状況をつぶさに出していったんです。で今このくらいの数字が出てると、果たしてこれでいいのか、数字の意味もわからないので、これで戻って大丈夫なのか、ここで仕事していいのかっていうのを何件か出して、僕がずっとツイッターで呼びかけてたのが、まず今の現状がおかしいんじゃないかっていうことと、あとはこのままの状況でこのまま村に子供たちを留めてしまったら子供たちが死んでしまうんじゃないかっていう、こう切実な思いを出して、なんとかここの村を避難させてくれというお願いをこう外部からしてた。数字の持ってる人間に助けてくれっていう文章を、情報がたくさんあるけれども、どの情報を信用するかとかは個人レベルで違ってくるし、こう立場によっても違ってくるので、行動を決められずになんとなくみんなここにいます。情報のソースが新聞とテレビ同じなんですよね。でインターネットの情報はまた別な情報が流れてたりするんですけど、新聞とかテレビの情報を疑ってるんです、みんな。この家の木材はこの家の隣の杉山から切った木と、それから隣町の材料からでできています。で太陽熱の温水器のシステムを載せています。私の友達が設計して、風や光でこううまく取り入れて省エネルギーに暮らせるように考えて作られているんです。これは放射線から身を守るためのことが書いてあるわけですね。だからやはり放射線はここの町では心配だということをこの文章で歌ってるわけ。例えば子供に対してですね、放射線は何っていうので、目には見えないビームのような光で放射性物質から出ています。一度にたくさん浴びたり体の中にたくさん入ると病気になってしまうことがあるので注意が必要。
あとこんなところに気をつけようってことで、側溝とか水たまりとか草むらとか芝生の上とか木の根元とか雨どいとか、こういうところには近づかないようにっていうことで。